もーす。あまたつー。はい、大阪で少し悪ふざけの仮面ライダーやらしてもらってます、エグゼイトです。はい、今回はこちらですね。はい、マジックではございませんね。なんでございましょうかね。今回はガジャットでございます。はい、こちらスーパーマーケットの泉屋さんで買ってまいりました、デラックスマジックザウィザードガシャットです。ということでね、今回ね、私の先輩でございます仮面ライダーウィザード様、まさにレジェンドライダーですね、伝説のライダー様がガシャットになって登場しました。さあ、果たしてね、どんな音声を聞かせてくれるんでしょうか。では早速、私なりのレビュー行ってみたいと思います。はい、それでは見やすいように画面変えまして、早速行ってみましょう。今回はデラックスライダーガシャットシリーズ、ガシャットでレベルアップ、レジェンドが登場です。デラックスマジックザ・ウィザードガシャットを紹介したいと思います。まさにレジェンド、伝説の仮面ライダーウィザードさんのガシャットですね。パッケージのガシャットのデザインを見る限り、なかなかかっこいい黒と赤のツートーン構成のガシャットになってるみたいです。で、ここにはゲームも描かれてますね。これはなんか意味ありげだ。で、箱の感じはいつものガシャットと同じで、後ろ側にはこちらも1、2、3とおなじみの遊び方が書いてありますね。もちろん他のアイテムとの連携遊びも可能となってます。それではレジェンドウィザードさんのガシャットを早速見ていきたいと思います。では出してみましょう。おーおー、なかなかやっぱり想像してた以上にかっこいい感じになってます。じゃーん、こうなってますね。全体像はこんな感じになってます。なかなかかっこいいツートーンカラー、ゲームラベルのデザインはこうなってますね。マジックザ・ウィザード、かっこいいグライダーさんが構えてます。で、この部分の黒色、ほんの少しメタリックが入った黒色になってます。で、持ち手の部分とこのボタンの部分は赤色で、裏面も全体が赤色ですね。端子部分のデザインはこんな感じになっていて、裏面には光らすと浮かび上がるライダーの絵とライダーの名前が書いてありますね。これは後でどんな感じで光るのかベルトで試してみましょう。さあ、ではまず単体の音声確認していきたいと思います。まず単体の音声の種類はいつもと同じように3種類で、1つはこのガシャット名を名乗るのと、2つ目3つ目はゲームクリア音とゲームオーバー音がランダムになります。では行ってみます。まず1音目、マジックザ・ウィザード。2音目、3音目、こんな感じの3つの音声ですね。もう一度1音目聞いてみましょう。マジックザ・ウィザード。なかなか今回もかっこいい音声が収録されてます。さあ、では続いてゲーマードライバーでレベルアップしていきます。まずはスロット1でいきましょう。なかなかかっこいい音、もう一度聞いてみたいと思います。素晴らしい。では続いてこいつとコンビでレベル3をやってみましょう。これもかっこいい。もう一度。
いやー、素晴らしい音声でした。では続いて決め技音声。はい、ということで今回はレジェンドライダーのガシャとデラックスマジックザウィザードガシャットを紹介しました。いや、さすがね、レジェンド伝説といったところ、かっこいい音声を奏でてくれましたね。そしてこの黒と赤のガシャットのデザインもかっこいい。今回もなかなか聞き応えのある素晴らしいガシャットでした。それでは今回はこのあたりで、次の動画では一緒に買ったこのスペースギャラクシー 4Z ガシャットを紹介したいと思うんで、またぜひそちらもご覧ください。それではまたお会いしましょう。おもチャンネルのタルでした。さよなら。バイバイ。